まあ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 、そんな感じですかね。大体。そう。あとさ、全然どうでも関係ない話なんだけど、最近思い出したんだけどさ、3期でさ、オフコラボした時にさ、ルシアは、ほら、ちょっと来れなかったけど、フレアの 3D の時か。に、オフで泊まった時に、ノエルん家に行く途中にコンビニ寄った時にさ、船長、ね、これちょっと決して自慢とかではないんだけど、なんか胸のさ、ボタンがさ、パカって開いてたの？なんか胸の圧で胸のボタンが開いてて、気づいて自分で、あって思って、スッて閉めて、スッて閉めてたら、なんか、ノエルも胸のボタンが開いてて、ノエルもあって気づいてスッて閉めてて、ペコラがその一連の流れを見てて、二人して開いてるペコみたいな、なってて、ちょっと面白かった。そう、開くんだよな。うん。そう、ノエルもね、可愛いエピソードがあって、絵にしたかったけどね、ちょっと、マジで、描く暇が、なんでこんな、ね、船長のこの、なんか、病気の話だけ描いて終わっちゃったんだろう。うん、ちょっと初日から順番に描いていこうと思って、一番美味しいところを描き逃したって感じ。うん。ルシアいたらキレてたな。ちょっと逆にまずかったかもしれんね。うん、なんかイラッとさせてしまったかもしれない。この、その、胸のボタンを閉める図はね。うん。ノエルがでかすぎるだけで、船長もでっかいよね。そう。なんかノエルがでかすぎるから、なんか船長のがすげえ微妙に見えてしまうかもしれませんけど、船長のお胸だって、たわわ、これ十分にたわわね。FPS が低い、カクカクなんだよ。これ、まあ、直そう！よし！これを機に船長マジで、このカクカク直すわ。今日、決めた。今日、運営さんに相談する。エアサーバーを卒業したいですって相談するわ。うん、ついに。船長もホロアプリに出向します！まだエアサーバーだっけ？うん、そうです。そうです。もうね、今なんでそう思ったかわかる？なぜならカクカクすぎておっぱいの揺れが伝わらないからです。船長おっぱいが揺れないのは一番苦痛なのでね、そのためだったらね、どんなことだってできる。努力もする。